さあやっていきましょう。吸引村。今回は、人狼。多いな。多いな。お、エリックが初心者宣言してますね。開けます。今回の相方はサンドラです。さあ開始です。初心者仕様とかもあったんで、ちょっとね、いろんなフォローができるようにやっていきましょう。カミングアウト、カミングアウト、気持ちいいね。カミングアウト。さて、新老人家作れましたね。狂人が出なかったので、なんとかフォローはできました。エリックは自分で初心者ですって言ってるんですけど、このアプリに慣れていない初心者なのか、あの人狼ゲーム自体の初心者なのか、そういったところも結構実は大事です。はいですね、返してバイバイしていきましょう。もうこれでどこ釣っても白しか釣れないので、今日はかなり余裕です。ただエリックが強めな感じですね。エリックが本当に分かってなくて使用できなかったみたいな、このジャッジメントの文化に分からなかったみたいな感じっぽく見えるので、エリック釣りはあんまりしたくないですね。アーにも慣れていなさそうな感じですね。トーマス若干余裕感ある感じ。うん、ヒューその通りだね。メリルガンガン行きますね。やテンプレですな。持ち上げときましょう。煽りはちょっと違うね。さて、ちょっとメリルに釘刺しに行きましょう。霊能通して。さて、これで釘を刺しに行きましたが、どうなのかな。うん、ヒュー冷静ですね。いいね、ヒュー。うん。いや、ヒューは普通のこと言ってるだけですね。メリルがめんどくさいと思ってるだけだと思う。ビル優しいね。ありがとうね。あー、ヒュー釣りに行っちゃいましたね。残念だな。さあ、このままヒュー釣りに行きます。で、今回エリックはちょっと発言してるので突然しないので、明日縄減りの可能性をそのまま残して、次黒出しをしてっていうような形で迎えようかな。30秒前。自分勝手だなこいつも。さて、トーマス3票入っとるやん。
普通にこれ親友勝負の方が勝てるかな。これ親友勝負の方が勝てるな。邪魔だからメリル噛んじゃおう。やっちゃった。に噛んじゃった。やべえな、これどっち噛んだか分かんなくなっちゃったな。メシガも最悪、グッチョボ怒る。どっち噛んだか分かんねえ、これ。これだ、どっち噛んだか分かんないんだよな。さあ、強靭でも、狩人でもないところに黒出します。よし、いいね。パンダになったね。パンダになったね。よき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 。そうそう、ベリル、暴れろ暴れろ。トーマス村だけど暴れろ。これ、エリック突しそうだな。さて、まあ、ぶっちゃけ、カングレつってもいいよ。どこでもいいよ、もう。囲えてるからね。あ、はい、サンドラ戻ってきてね。ビルはちゃんと話ができそうな子ですね。今日はもう決め打ち釣りの日ですね。メリルこれさ、強人で占い師の打ち上げ勘違いして白釣ろうとしてない？わざと釣ろうとしてないこれ。これね、村だとしたらね、ちょっとね、ファニーすぎるんだよね。めちゃくちゃ強人で、なんか不器用にやってるように見えてきた。強人だとしてもなんかちょっと雑すぎる。これ面白いな。イエーイ、トーマス3。さて、こっからが新老人形の締めくくりですね。1日目グッジョブが出ちゃってるんで、うまいこと RPP っぽくして乗り切ります。さてさて投票。なんかあの、めんどくさい部分、モザイク入れるかカットしよう。それで白な。トーマスは切れてるやん。さあ、投票はトーマスに入れて、ピーピー言いましたが、まあトーマス釣れますよね。さあ、ここからが難しいところなんですが、メリルグッジョブかアーニグッジョブか分かっていない状況なんですよね。で、アーニー紙でおそらく通るかな。エリックが狩人で、メリル声でグッジョブを切るパターンって多分、エリックぐらいの慣れてなさ加減とかなんですよね。ってなった時に今日絶対霊媒守るのでアーニー噛める。アーニー声をしている人だったら、今日あの、
決め打ち日って分かっているので、よっぽどメアリーか霊語園に行くので、アーに噛み抜けるってことで、アーに噛みます。どうかな？はい、オッケー。さあ、RPP。おそらくメリル、エリックのどちらかが狂人なので、RPP 仕掛けれるはずです。僕は狂人っぽくしつつ、ジェシカに投票誘導をしていこうかと思います。新郎陣形で一回グッジョブ出ちゃった時は RPP なので、所詮。なので、うまいこと、変な RPP に指定させます。カミングアウト。ああ、メリルやっぱ狂人だよね。神側ジェシカ、村側メリルという投票誘導していきます。人狼ゲームにおいてね、実は議論よりもね、士気って大事なんですよね。ということで、霊媒師とメリルの RPP 投票という形で、どうやっても人狼が勝てるような投票誘導ができたので、さあ投票が終わりました。どっち釣れるか、ジェシカ、メリル、どっちでも村。ジェシカ！さて、これで、グッジョブさえ起こらなければ勝ちだし、そして、ジェシカに1票入っているということは3票入っているっていうことになるので、まあ、狂人が生存しているというのが確定しましたね。メリル2票、ジェシカ3票だから、メリルが狂人ってことですね。もうメリル噛みます。いや、エリックじゃないです。メリル噛みます。メリル噛もう。大神の世界にメリルなんていらないんだよ。狂人でもいらないんだよ。神噛みしてやる。ということで、メリル、もう、あなた、いらない。神々。えい、人狼勝利。まあ、単純にメリルが一番グッジョブ起こらないからってのはあるんですけどね。ありがとうございました。さて。ありがとうございました。メリル、狩りやん。何やってる